皆さんこんにちは、フォトグラファーの上田浩二です。今日はルミックスを使ったマルチカメラライブストリーミングのやり方をご紹介したいと思います。以前ルミックスを使ったライブストリーミングのやり方っていうのはねご紹介しました。その時は1台のカメラを使ってできるだけ簡単にライブストリーミングをやるっていうのがね、まあ、テーマだったんですが、今回はもうワンランクアップした、マルチカム、要は複数のカメラを使ってライブ配信をするっていうのをちょっとテーマにねやっていこうと思います。で今回まあ中級編なので難しい、まあ、エンコーディングのソフトウェアとかは置いといて、今回も YouTube ライブでね使ってやっていこうかなと思います。僕自身ですね、マルチカムでライブ配信をやったりですね、あとは、セミナーをねやったりしてます。でその時によく使うのがやっぱり2台ですね。僕を写してるカメラともう一つ手元とかですね、やっぱり2台あるだけで絵がボンボン変わるので見てる人も飽きないですし、やっぱり絵がリッチになります。で最近ではですね、後でまたご紹介しますが、ビデオスイッチャーっていうのにね複数挿して使うわけなんですが、最大で4台とかねつなげるものも増えてきてますので、例えばカメラ3台とパソコンの画面とかですねっていうのを、YouTube ライブのウェブストリーミングとかでできてしまうんですね。やっぱりね複数台あると表現力もねアップしてきます。なので例えば料理系のねライブストリーミングやりたいなって方はね、喋ってる自分の姿と手元とかですねを2台で写すとかですね、僕なんかは結構ハウトゥー系なので僕が喋ってるのと手元操作感をね見せたりとかですねっていうのにまあ2台使ったりねしてます。なので複数あるとやっぱり表現しやすくなるわけですね。であと見てる人もですね、やっぱり引きだけだと見えない、ね、例えばこうやってねカメラの説明をしていて、でここのボタンがとかっていう時にですね、やっぱり見えにくいじゃないですか、この状態だと。例えば今これスイッチャーの2番にですね俯瞰っていうのが入ってるので、ここで俯瞰でこう見せたりですね、さらに今回はですね3カメ用意してますから、3番はね手元なんですね。なのでこういうふうにここがって言えばですね、やっぱりどんどん見えやすくなってきますよね。なのでこのマルチカム、複数のカメラを使えばですね、皆さんが表現したいことっていうのはね、より表現しやすくなるんじゃないかなと思います。あとはですね、このルミックスを使うっていうのがちょっと一つミソで、ルミックスを使うといいことって結構あるんですが、例えば僕はライブ配信の時にね必ず使うのがこの GH5 っていうカメラなんですが、 GH5 はですね HDMI がですねフルなんですね。ここにフル、大きなHDMI、 要はテレビとかについてると同じなんですけど、これが刺さるわけですね。これが刺さるっていうのはねすごく大きな意味があって、やっぱり HDMI って抜き差ししてるとどんどん緩くなってくるんですが、やっぱり大きな HDMI は抜けづらいですし、やっぱ安心感があるんですね。なのでやっぱり耐久性っていう面で見てもこの GH5 シリーズはすごくいいです。あとはですね、こちらにある G9 Pro っていうのも同じ機構を持って、機構というかね同じ端子を持ってて、あの HDMI のフルがね刺さるようになってます、はい。あとはですね、ライブ配信って基本的には 1080p がまあ主流なんですが、やっぱりフル HD で、ほとんど足りちゃうんですが、やっぱり将来のために 4K でアーカイブしておきたいなとかっていうのがあった場合、4K 対応のスイッチャー使えばねできたりはするんですが、やっぱり別途ですね撮っておく必要があるんですね。要はカメラの中で収録をしておく必要があります。で GH5S に関して言うと、電源が確保できていること、例えば AC 電源をね挿しといて、あとメモリーが大容量のものが入っていれば、基本的に、炎天下ねずっとカメラを外に出してライブ配信しない限り、基本オーバーヒートで止まることもないですし、ずっと回してられるんですね。なのでライブ配信中はやっぱり 1080p でアーカイブを一応撮っておいて、あとで再編集 4K で撮っておけばですね、あとで 4K 素材で編集して、それをまた将来のためにアーカイブできるっていうようなねシステムを組むこともできたりするんですね。なのでやっぱり GH5 をね使う意味っていうのはねあると思います、はい。では次にですね、このマルチカメラライブストリーミングに必要なものっていうのをねご紹介していきます。まずはマルチカメラなので最低2台のカメラをね用意してください。
僕もね経験上2台あればほとんどのことっていうのはできるんですが、やっぱりある程度いろいろなシーンを見せたい方とかですね、あとは、音楽とか やられてて例えばバンドをやってるとかっていう方は4台つないでもね全然構わないんですが、なのでバンドの弾き、あとはよりとかをですね複数3台に分けて撮っておけば、あとは切り替えるだけで、すぐにライブ配信で かなりクオリティの高いものができたりします。はい、なので最低2台のカメラを用意してください。できればなんですが、色を揃えるっていう感じ観点においても同じ GH5S とかね GH5 とか G9 Pro というふうに合わせておいた方が本当はいいんですが、今回僕全部バラバラのカメラを使ってますが、基本的にやっぱりルミックスというブランド絵作りのコンセプトは同じなので、若干の差はあれど、まあ、基本的に色は似てると思うんですね。なのでやっぱりルミックスだったらルミックスですね、揃えておくといいかと思います。次にね重要なものはマルチカメラライブストリーミングにもう必要不可欠なもの、こちらがスイッチャーというものですね。で僕はですねローランドの HD ビデオスイッチャー V-1HD っていうのをね使ってます。はい、でこれね結構ねそこそこ高かったんですけど、シンプルなビデオスイッチャーです。はい、ビデオスイッチャーっていうのは何かっていうとスイッチャーですね、スイッチングするもの、要は複数のカメラから来た映像を切り替えるっていう、まあ、役割のものになります。はい、で僕このスイッチャーはですね 4K と入ります。なので最大でカメラがあれば4台、で今回はですね、メインにですね GH5S ですね、で上にですね実は GH5 をね置いてます。なので上の映像をちょっと見てみましょうか。ボン、はい、俯瞰のね絵をね撮れるようにしてます。で3カメは G9 Pro、 こちらにある G9 Pro でスイッチャーをねちょっと寄りで撮ってます。こんな感じ。はい、なのでこのまず3つはカメラがねつながってます。で4番目は、こちらにタブレットですね、はい、パソコンとつながってます。はい、なのでここに資料を出したりっていうのがねできるわけですね。なのでまあカメラ3台と PC1 台ですね、資料用があれば、簡単にこういったねマルチカムプラス資料の組み合わせでセミナーとかねやったりできるわけですね。もちろんこれ会議でも使えますし、でこのスイッチャーっていうのは切り替えるのが基本的な、まあ、仕事になります。はい、このビデオスイッチャーだけでは実は、ライブ配信でできないんですね。なのでビデオスイッチャーとこちらのビデオキャプチャーデバイスを組み合わせる必要があります。はい、なのでこちらで切り替えた映像をまた出力して、この僕はペンゴっていうねブランドのやつを使ってますが、こちらにもう一回入力して USB でパソコン側に取り込んで出力、まあライブ配信ねしてるわけなんですね。なのでそこそこねやっぱ機器が必要だったりするんですね。でここ最近はですねこのビデオスイッチャーもどんどん進化してまして、僕もねずっと欲しかったこちらブラックマジックデザインのエイテムっていうね、ビデオスイッチャーがあるんですが、こちらはですねさらに便利になっていて、要は簡単に言えばビデオスイッチャープラスビデオキャプチャーデバイスも一緒に組み込まれたような形になってます。はい、で僕はそれのエイテムミニプロっていうのを使ってます。これプロっていうのはこちらのLANケーブルも刺さりますし、あとはこの USB アウトから、まあ、もちろんウェブカムと認識させることもできますし、やっぱりもう直接ライブストリーミングしながらこちらの USB アウトから SSD とかに動画を書き出すってこともできたりっていう、すごくねハイエンドなね、ビデオスイッチャー兼デバイスになります。ビデオデバイスですね。はい、こういったものもね多くの方がね使われてるかなと思います。今後はですねこの V1HD もすごくいいんですけど、できるだけやっぱり線デバイスが少なくなればエラーする確率もね減ってきますので、こちらの ATEM mini Pro にね、まあ、切り替えようかなと思ってます。はい、なのでまずビデオスイッチャーもしくはこういった ATEM mini Pro みたいな、キャプチャーデバイスも入ってるビデオスイッチャーをね使われるといいかと思います。はい、あとはですね小さなモニターもしくはまあテレビでも構わないんですが、
要はビデオスイッチングするときに何が映ってるかっていうのを確認するのに、こういったね確認用のモニターを一つね用意しておくといいです。僕は今これちっちゃなモニター使ってますが、テレビなんかもね使ったりしてます。はい、なのでモニターですね。そして音に関しては、難しくやろうと思えばいくらでも難しくできるんですが、今回はできるだけ簡単にねご紹介したいので、基本は、メインカメラのオーディオを使うといいんじゃないかなと思います。なので僕で言うと GH5S ですねに、ワイヤレスマイクを今挿してるんですが、そちらをメインの音として、使用しようかと思ってます。で音に関してはですね、この HDMI を伝って音が入ってきてます。なのでカメラの音が入力されてるんですね。なのでこの入力したものをまたキャプチャーデバイスを通して、パソコンに入れるわけですね。それはすごく、ね、音がいいんです。で、ワイヤレスとか、ね、持ってない方は、カメラの内蔵のマイクを使うか、もしくは以前ねライブストリーミングの基本でご紹介した、例えばパナソニックの MS2 っていうガンマイクを使ったりですね、あとは、他社のサードパーティーの、マイクを使っていてもいただいてもねいいかと思いますので、外部マイクはね最低限使った方がやっぱり、見てる人に、いい印象をね与えるかなと思います。はい、あとはですね、マイクないなっていう方はですね、意外とパソコンのオーディオを使ってこれをマイクとしてね、やるっていう方法もあったりしますので、それは皆さんのやり方次第かなと思います。あとはもっともっとこだわりたい方はですね、僕らもこの最近ライブ配信で使ってるのがコンデンサーマイクっていうものをね使ったりします。これはねさらに音が良くて、本当にラジオとかでもね使われるようなものなんですが、僕はそれのちょっと簡易版というか少し、安価なものをね使ってます。はい、オーディオテクニカっていうね、ものの、モデルがね AT2020 っていうものなんですが、1万円ちょっとで買いましたが、ものすごく音がいいんですね。ただこれね、端子がですね、一般的なやっぱりオーディオってミニが多いんです。ミニプラグの 3.5 ミリのジャックが多いんですが、今回はこれ XLR っていうですね、ちょっと本格的なね端子になってます。これは給電が必要になるんですね。なので僕はですね、ここにある、音用のミキサーがですね、これファンタム電源っていうのをね備えてますので、こちらの 48V っていうものを押すとこちらに電源がいくようになってます。はい、これを使って USB としてパソコンにねつないで音源として入れてます。ただですね、今僕はこのミキサー使ってるんですが、 GH5S にはオプションで XLR のマイクアダプターがね用意されてます。そちらにもう直接つないでいただいてもね構わないんですね。なのでそちらを音源としてマイクとして使って、HDMI からその入った音をですね入れて配信するってこともねできたりしますので、いろんな方法でいい音っていうのをですね、ぜひ得ていただきたいなと思います。はい、では YouTube ライブをやっていきたいと思います。でまず最初に、ブラウザーをね立ち上げて YouTube にねアクセスします。でもし、YouTube もしくは YouTube Studio っていうのがあるんですが、そちらどちらでもいいので作成っていうのをね押します。はい、そこからライブ配信を開始っていうところを押します。はい、これでねどちらにしよう YouTube Studio にね入ります。そして今回ですね、エンコーダー配信ではないのでウェブカメラっていうのをね選択します。でここでそうですね、ルミックスライブ、はい、これルミックスのライブっていうのをね作りました。で本来は公開にするんですが、今回はねテストなので非公開にさせてもらいます。はい、そしてその他のオプションからこちらですね、重要なのはこのビデオのマーク、ね、ムービーのマークで、ペンゴ HDMI っていうのを選びます。はい、今回はこのローランドの V1HD っていうのに、こちらのペンゴのキャプチャーデバイスをね、使いますので、このスイッチャーに入ってきた映像を、またこちらに出し、ペンゴの方にね、一回送って USB に変換して、パソコンの方にね、
映像が入るというような形にしてあります。でこれねよくあるんですが、ペンゴが選ばれてるのにカメラが変わってなかったりするので、僕なんか一回フロントのカメラを選んで、その後もう一回ペンゴをね選び直してます。はい、これやらないとですね、ペンゴを選んだつもりなのにライブ配信始めてみたら全然違う絵がね出てきてびっくりするってこともあります。で一度ライブ配信始めてしまうと、このウェブカメラ配信やってしまうと一回やめるしかないんですね。なので URL も変わってしまいますので、ここはね注意なんです。なので僕は必ず、一度別のカメラを選んで、もう一回ペンを選んで、やるようにねしてます。で音に関しては今回、ペンゴですね、こちらのビデオキャプチャーデバイスのマイクを使います。これはなぜかというと、今この GH5S で撮ってる音声ですね、ワイヤレスで来てる音声を、この実は HDMI を伝って、映像と音が来てます。そちらの音を、キャプチャーデバイスを介してパソコンに入れるというようなね形にしております。はい、なのでマイクもペンゴ HDMI です。はい、これで次へって押します。はい、でサムネイル用のね写真を撮ります。はい、今回はねタイトルがあったのでタイトルそのままね、出しときました。はい、であとはライブ配信を開始って押していただくと、こういった感じで配信が開始されます。はい、ここからはね前回ご紹介したシングルカメラの時と全く同じで、ね、複数のカメラはこのスイッチャーには来てるんですが、配信してるのは1台分ですので、今ね4番このタブレットに入っているパワーポイントのデータが今出てます。でこれ反転してるのはですね、鏡と一緒でね見やすいようにですね、この文字とかも反転して見えるんですが、実際皆さん見てる方はこのさらに反転された映像を見てるので何ら問題ありません。はい、これで始まります。こういった感じでねワイプでねこう1番のカメラですね今で、例えば2番をレディーにしていて2番の手元をビュッと映したりですね、はい、次に3番を押しといて3番のさらに手元を押すしたりっていう風に、マルチカムだとやっぱりこのスイッチャーを表現するだけでもね、1番のじゃあ今からこのスイッチャーに関してご紹介します、で2番でこういったスイッチャーです、さらにここで映像が切り替わりますみたいな感じでですね、やっぱり3段階映像が変わるだけでやっぱり印象ってガラッとね変わってくると思うんですね。でさらに4番を押せば資料をね表示できますし、こういった感じでやっていただくことでマルチカムの、映像を使ったライブ配信っていうのがね簡単にね行えるわけですね。なのでやっぱりカメラがまあ複数台いるというちょっとレベルは高くなってしまうんですが、その複数台のカメラの映像をこのスイッチャーっていうのに入れて一度ですね取り込んで、選んで配信するっていうのがね可能になるわけですね。なのでやっぱり安心感のあるですねルミックスと組み合わせて使っていただくことで、今後オンラインの授業をやりたいなとかですね、オンラインで何かビジネスやりたいなとかですね、ぜひですねこのルミックスのシステムと、さまざまなですねスイッチャー、ビデオスイッチャーを使ってこうハイクオリティなですねライブ配信を行っていただければと思います。ではご視聴ありがとうございました。